一ノ関藩、一ノ関藩は、江戸時代の藩の一つ。道の区岩井郡一ノ関、現在の岩手県一ノ関市に、藩主居管を置いた。この地に陣屋を置いた、大名家は、いずれも仙台藩だ手家の内分分地の分家にあたる、一ノ関だ手家と田村家の二家である。前者は十一年で改役、廃藩となったが、後者は百八十年余り続いて、明治維新を迎えた。以下、 後者の田村や一ノ関藩を、主として記述する。江戸幕府が開幕されて、伊達政宗が初代仙台藩主になると、一ノ関は仙台藩領となり、慶長9年、1604年から政宗の叔父である、留守、正影、正影が慶長12年、1607年に死去した後は、息子の留守州によって統治された。殿下2年、1616 16年からは、 仙台藩蔵入地となる。官営十八年、1641年からは、正宗の十男で、仙台藩、第二代藩主、忠宗の伊母帝の宗勝の領地となる。万治三年、1660年に、宗勝は三万国の分地を受けてこの地に陣屋を置き、仙台藩の内分分地大名としての一の関藩が、正式に立藩した。ただし、宗勝の所領は、 広大の田村家と同じ三万国だが、領域は多少異なっていた。この年は仙台藩で事件が起こった年であった。この2年前に忠宗は死去し、着難の綱宗は後を継いで、第三大藩主となるも、綱宗は不要席を理由に、一の関藩が成立した年に筆則を命じられていた。このため、綱宗の隠居により2歳で藩主となった。 津村の貢献役として、大叔父の宗勝、叔父の田村宗長、忠宗の三男が選ばれて、貢献政治が行われた。ところが、洋君の下で藩内で政権をめぐるかろう、奥山常立と、もにはただし元の構想が起こり、さらに貢献である宗勝と宗長の間にも確執が起こるなど、伊達騒動、漢文事件の下地となる対立が出来上がっていく。 仙台藩の主導権は、宗勝の下にあり、宗勝は、自らの戦断に反対する派閥を徹底して、弾圧した。このため、漢文11年、百6 7 1年に、伊達はじめ門の伊達宗重が、所領境会問題の裁定を不満として、宗勝の戦断や不正を幕府に訴えて受理されたことにより、伊達騒動が発生する。この騒動は、 過労の原田宗介が宗重に切りかかって斬殺したことから総勝一派が逆として一層失脚した。宗勝は罪人として土佐藩にお預けとなり遠方7年1679年に死去した。息子の正岡や孫の千之助もお預けとなり後に死亡したことにより総勝家は断絶した。一の関藩は改役となりその領地は 仙台藩に就航されて、家臣も仙台藩に帰属した。遠方九年、1681年3月に、道の喰は沼より、田村健武氏、総久氏が違法され、5月2日、5月3日ともに入法したことにより、再び、一の関藩が立藩した。そもそも田村家は見張る、現在の福島県田村郡に根を張る、戦国大名であったが、田村清明の時に、 娘愛希、養徳院を、伊達正宗の性質に配することで、足名家や相馬家と対抗した。しかし清明が死去すると、田村家は伊達派と相馬派に分裂して抗争し、やがて伊達家に属した。天正十八年、1590年の豊臣、秀吉による欧州市置において、正宗は、相武事例違反の都がで、足名領などを没収されたが、田村軍の身は、 中途の清明の所領であったことを理由に、秀吉に孔て認められ、伊達領として編入した。このため田村家は改役となり、清明の老い、宗武氏は、給料復帰のために正宗と対立して、我モ宇治里を頼り、さらに秀吉に訴えようとしたがその中途で病死し、田村家は断絶した。愛希は、実家が断絶したことを嘆き、 正宗やその間に生まれた息子の忠宗に度々、田村家の再興を混成した。愛貴は忠宗の三男で自らの孫である宗永を田村家の後継に臨んだ。愛貴は女王二年1653年に86歳で没したが忠宗は同年にその遺言を入れて宗永に田村家を継承させた。宗永は名取軍で 岩沼藩三万国を立藩し、伊達宗勝と共に、伊達綱村の貢献役となっていが、宗勝との叔じ、甥いの関係から確執、宗永の温厚な性格と、病弱、宗勝の再起間発と、強引な性格により、伊達騒動では主導権を宗勝に握られていた。剣権は、宗永の子であり、戸様大名をながら、奥詰めとして、将軍、徳川綱吉の側近として仕えた。 明治元年、1868年の母親戦争では、一の関藩は仙台藩に従い、大売列藩同盟に参加、後に仙台藩と共に、明治政府へ降伏した。母親戦争後の明治2年、1869年、三千国の削減の上で藩主の実定、田村宗剣に家督相続を許されたが、同年4月に藩籍奉還した。宗剣は、 一ノ関藩知事に任じられたものの、明治4年、1871年の廃藩知見によって、一ノ関藩は廃された。一ノ関藩は、松の廊下で、人情事件を起こした赤穂藩主、浅野長則を預かり、江戸上屋敷、判定内で切腹させたことでも知られる。詳しくは、赤穂事件。判定後の日比谷通りの新橋四丁多め交差点はの歩道に、 切腹した場所を示す、浅野匠湯周園の地の石碑がある。田村や菩提寺である、昭雲寺には、浅野長則の供養塔がある。田村氏一の石藩は、仙台藩から三万国を、幕府の命令によって分治されて成立した藩である。そのため将軍の実績として扱われ、幕府から直接の指示を受けた。初代藩主立県の代に、戸様の小藩でありながら、 奥詰め、総者番という要職に就いたのは、幕府から直接指示を受ける、戸様の昭藩という立場が、五大将軍、徳川綱吉の権力集中のため、不代を抑圧して、昭藩を折り立てるという政策に合致したためである。伊達武子以後は、幕府中枢に関わる役目につくことはなかったが、直視党御地層役をはじめとする不代衆同様の役目に就いた。 上述のように不代並みの役目を務めた一ノ関藩であるが、それゆえに仙台藩から独立への牽制を常に受けていた。一ノ関藩は将軍家から直接領地主印状や領地藩物を交付されておらず、幕府から仙台藩への領地藩物に内分するものとして記載されているに過ぎなかった。仙台藩の干渉の始まりは、大名取り立てから間もない漢文2年。 1662年10月にあり、寮内市沖六課長により、寮内での仙台藩以外の生殺が禁止された。これにより、自主的な法令を交付することが不可能になり、仙台藩の基本方針を踏襲することを強制される。また、一関諸外後の所領は、北上側に二分されていたが、二分された一関藩領の間には、仙台藩領の存落が十四村あり、 一の関藩は政治と経済ともに仙台藩の影響下に置かれた。藩職に仙台留守協約が設置され、須原や武漢でも仙台藩の師範扱いであった。以上のように仙台藩との従属的関係があった一方、大名級の治療地を持つ仙台藩内の一門集や新田文地と異なり、独自の家臣団と調税機構を有し、 年貢米などの直接徴収が可能だったという点では、やや的自立していた。父、田村宗永の後を継いだ、県県が岩沼から一の関にところ返した時点で、すでに二十四万五千両の釈材があった。原因は、岩沼地方時代に阿武熊川の連年にわたる洪水、山金交代もままならなくなったため、一の関へのところ返の理由となったによる減収と、 宗永が病心を理由に、江戸へ常駐したための経費増にあった。一ノ関に移ってからも財政は好転せず、幕府勤務と参勤交代を果たすために、毎回二千両から千両の援助が必要だった。まず一般的に考えられる農民への増税は、一ノ関藩の場合は、不可能だった。前述の通り、一ノ関藩は、仙台藩の基本方針に従わねばならず、増税も、 また一存では行われなかった。特に完成9年、1797年には仙台藩において大規模一揆が発生し、一揆の再発を防ぐために仙台藩の締め付けはますます厳しいものとなった。残された収入増の方法として、裕福な百姓と町人からの寄付、雇用金と仙台藩からの財政援助がたびたびあったが、 根本的な財政難の解消には至らなかった。収入増を望めない、一ノ関藩が主に取り組んだ財政再建策は処刑費節減であった。一ノ関藩は法禄制を取り、四つものなり、四公六民で年貢米その他の所税を徴収した減米を藩から家臣団に支給した。一ノ関藩は法営七年、1710年から、 原稿を34回実施し、削減額も財政難を反映して、1年限りながら3分の二、減が5回、半減が12回に上った。特に、天保の大基金における財政難は深刻を極め、放六性すら維持できず、6の工業を無視して、成人1人当たり1日4号と限った米を、人数分だけ支給する免付地制を、天保3年から5年、 天保7年から10年にかけて実施した。当然ながら、免服規制においては、価格の高い過信ほど、減給率が高くなるため不満が高まり、反省批判を、仙台藩や幕府に訴えた20名もの過信処罰、された。一関藩は乱学において優れた人材を、数多く輩出した。二代目、竹部誠安とはじめとして、三代目、竹部誠安、大月玄卓。 佐々木中沢らがおり、東北で、初めての人体解剖は、一の関範囲、菊池ストクラによってやれた。また、半省後期においては、石流和山が浸透し、読み書きソロ版の武士だけではなく、むしろ農民中心に発達した。これは和さをわかりやすく解説した、三宝新書、1830年の弊社、和山家、千葉種秀が、一の関の中農出身であり、 三術師範となって農民には産を普及させたためである。財政難の中で文化が発達した理由として、初代から学を好む藩主が続いたことと、小藩であるがゆえに、学者、医者の影響力がより大きかったことが挙げられる。しかし、幕末になるにつれ保守反動の傾向が強まり、乱学者は十分な活動をすることが許されず、和算も、 明治維新後の新しい経済体制においては、主導権を握れないまま、やがて養山にとって変わられることになった。明治維新後に、岩井軍十九村、旧仙台藩領沼田半鳥島理事、胆ブ国白尾井郡が加わった。平泉町の毛辻表門として門が、一区現存している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。